많이 선발을 熱血オープンズという名前にしました。ネットも届いたら分かる方は分かると思います。はい、次が一応ドントセレジーになります。ま、オタクの登竜門でもある、そういった可能性はない軽音のですね、 第1期のエンディングのネタでございます。知らない方はぜひ合宿が終わったら全部チェックを終わったらもういいぞと言っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、次はどうぞ。